どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか。私でよければ仲裁させていただきますが、最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って、喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです。私が太巻きで、カツネーがラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ヒバリちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。なるほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。やった！その上で私なりに調理してみました。え？名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でも
せっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って。あー、うん、あれ、これは意外といけます。そうでしょう、そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、この評価なら妥当ですね。おかえり。決めちゃいました。こまめな記録が大切。記録します。どれにしよっかな。決めちゃいました。学校を選んでください。決めちゃいました。光あるところに影がある。これすなわち陰と陽の断りなり。そして影の中にもまた陰と陽が存在する。悪人と呼ばれる者たちがいる。陽を影から支える忍びの中でも影に属する者たちのことだ。悪人は大企業や政治家などから仕事を受け、暗殺や破壊活動などの違法行為も厭わず任務を遂行する。同じ忍びでも国家に所属する善人とは対極の存在である。悪人は負の存在だという者がいる。しかし善人と悪人、立場の他に違いはあるのだろうか。善人ができないことを悪人が行い、悪人ができないことを善人が行う。どちらも世界の動きを影から支えていることに変わりはない。比率蛇女子学園、
悪は善よりも寛大であるという理念を掲げ、悪人のみを養成している学園だ。修行は整列を極め、死傷者が出ることもある。それでも学園から悪人候補生の姿が消えることはない。なぜなら、火に背を向ける者は影の中でしか生きられないからだ。これより始まる物語は、悪人であることを選んだ忍び学生の戦いの軌跡である。少女たちは何を思い、何と戦ったのか。悪を選んだ者たちがたどる紅蓮の道は果たしてどこにつながっているのか。それはまだ誰にもわからない。これは2年前の出来事。ここが蛇女子学園か。ずいぶんと大きい学校よね。あら、あなたも選抜メンバーなの？一応そうみたいやな。私は遥かっていうの。よろしくね。日陰や。よろしゅう。なんか元気ないわね。それでもピカピカの1年生？元気ね。なんかようわからんな。わしには感情ってもんがないからな。感情がない？それじゃあ人間じゃなくてお人形じゃない。うん、そういう意味なら人形かもな。ずいぶん面白いこと言うのね。でも、あなたと私、なんか似てるかも。はあ。日陰ちゃん、あなたとは友達になれそうね。友達？よう分からんけど、はるかさんがそう言うのなら、まあ、友達ってことにしておこうか。よろしくね。はあ。どれにしよっかな。
決めちゃいました。どれにしようかな。蛇女の修行はきついと聞いてたけど、わしにとっては大したことないな。日陰、何をしている？あ、鈴音先生。ちゃうちゃう、サボってるわけやない。もう今日の修行ノルマは全部終わらせたんや。甘い。は？甘すぎる。蛇女ではノルマが終わってからが本番。日陰、己に厳しくある。きついの、鈴音先生は。当然、私の辞書に情けと容赦の文字はない。おお、怖っ。でもまあ、それぐらい厳しくされた方がええかもな。その息はよし。ならばデク人形との実践形式で己を磨くがいい。ただし、油断をすれば怪我では済まんぞ。そのぐらい緊張感があった方がええわ。ヒカゲ、マイジュンケ。任務開始。ざっとこんなもんや。
うん、上出来だ。では次だ。は？まだやるんか？当然だ。お前が倒れるまで付き合ってやる。はあ。次は水遁の術の訓練だ。今から300時間水中で過ごしてもらう。ずっと水中？もちろん。風呂やトイレは？水中で全部済ませろ。やっぱり蛇女の修行は厳しいな。これは1年前の出来事。あれは選抜クラスの新入生か。なんやあの子、花壇の花を全部抜いとるで。おいあんた、何してるんや。ストップです。ここは立ち入り禁止にしました。